し、中尊寺も見たしね、それから金刀工さんにも会って話をしたし、なんか僕の頭の中でね、例のほらいいやつ悪いやつのちゃんと区別がつくようになってきたからね。この辺で歌聞いてよ。いろんな人に聞いて、いろんな人に聞いて、あなたは義経好きかと聞いたのさ。みんな好きだと言ったよ、金刀工さんも好きだと言ってた。ああみんな大好き義経、義経スーパースター、義経スーパースター。藤原の秀衡もとってもいいやつだと俺は思うのさ。なぜかというと、頼朝に追われて秀衡のとこに義経が逃げたとき、とても親切にかくまってくれた。それに引き換え頼朝は悪いやつさ。俺たちはいいやつと悪いやつに分けたいのさ。ああ誰でもそうだ、とにかく義経大好き。旅っていうのはいいもんだなと思った。まあ初めは義経を追っかけたりなんか知ったけども、そんなことはどうでもよくなっちゃって、いずれにしてもこの旅をしてる実感というのかな、これはやっぱしもう自分でしか分かんないし、やっぱしみんな大いに旅をするべきじゃないかね。 That's all man